笠松港木曽川笠松と修城跡、笠松港とは、岐阜県羽島郡笠松町港町にあった河川港である。木曽川水運の中継地点として発展していた。現在は笠松港公園として整備されており、川灯台が建てられている。港までの道には河原石を敷き詰めた石畳が、今でも残っている。笠松と船上跡石畳は、県主定史跡。 漢文二年美濃国奉行、名取半左門長近が、軍大陣屋を移し、笠町から笠松に改称してから約200年にわたり、笠松陣屋を中心に、徳川幕府直轄地支配や、治水行政の中心地、地方物資の集散地となった。木曽川水運の拠点としても発展し、下流の桑名、四日市、名古屋からは、海産物や、塩、衣類などが運ばれ、 上流からは、年貢米や材木、新炭などが運ばれた。かつては豚屋や倉庫、船宿、料亭などが立ち並び木曽川随一の繁栄を誇っていた。明治18年には、笠松港へ寄港する船は1日平均38艘、1年間に6440艘余りで、明治25年頃までは、桑名からの蒸気船が1日に往復していた。対象から、 昭和初期には、ポンポン船と呼ばれる大型発動機船の時代となったが、近年鉄道の普及、自動車の発達により笠松港の役割は終わった。ありがとうございます。